長のラジオセルフィー。お疲れ様です。はい、お疲れ様。よいしょ。よいしょ。ちょっとクーラーボックスがここに新に冷えた長崎スーパードライバー。いやー、これは嬉しいな。キンキンですね。ありがとうございます。もうこの時のために今日という日はですね、生きてると言っても過言ではない。いいですか。はい、いきます。お願いします。ではお先に失礼いたします。いただきます。お疲れ様です。うまい。美味しいですね。何なんでしょうね、この毎日この一杯、この一口が毎日美味しいっていうのは、これ健康ですよね。いや、いいですね。ねえ。いや、いいですね。そしてこれ、カキピも、カキピ。これはね、美味しいんですよ。その、長いセットのシーンとかでも、後半に近づいてくると、だんだん取り終えるっていう目的よりも、車中居酒屋に向かうっていう、楽しみが膨らんでくるんですか。そうですね、それはありますね。車中居酒屋で、その前にスタジオの楽屋でもうシャワーも浴びれたりすると、もうなお最高なんですよ。まあ今日はシャワー浴びましたけど、はい、そうするともうほら、帰ってほぼ寝るだけに、寝るだけですね、うん、このね、帰りの移動の中のこの感じがまさにファーストクラスなんですよ。 ありがとうダニエルさん、機長。いや機長、ありがとうございます。光栄です。もうだから今日は DSP さんファーストクラスの隣に座っていただいて、はい、なんてラグジュアリーな空間なんでしょうか。ねえ、今日はこれ今どの部分を収録してんの？分からず喋ってんだけど。いやもちろんそれで、うん、まあおそらく今週分の前枠かなと思ってまして。なるほど、はい、今週分で言いますとですね、うん、集団左遷第6話が終わった直後の放送になるんですが、あれ、じゃあもうあれじゃん。そうなんです。第一章の大断円を迎えた後じゃない。そうなんです。うん。いかがでしたか、皆さん。これ蒲田支店のみんなと一旦お別れってことになるんですよ。まあこの後どうなるのか、台本ができてないんで。わからないんですよ、僕らも。台本って DSP 読んでんの？もちろんです。来てるものは全部読んでます。第6話を最初に読んだ時の、はい、まあまさか第6話で蒲田支店がもうなくなってしまうとは思っていなかったですし、廃店にね、はい、うん、でそれぞれのそのクライマックスですよね。うん、横山さんにも一つのこう区切りが、うん、横山さんの昇進っていう回収があるんだっていうさ、はい、頑張ってきたわけじゃん、はい、でいじめられたり虐げられたりしてたはずなのに、うん、結果三つとも本体は潤うという結果が出ちゃったわけじゃない、はい、うん、これってめちゃくちゃ会社員として、はい、わかる話なんじゃないの DSP。 いや、そうですね、その過程よりも結果数字によって評価が下るというか、うん、会社的には結果数字が出れば万々歳っていう、そこでどんなにいじめられてもね、はい、俺たち蒲田支店が、はい、という、そうなのよ、はい、これって本当によくできてるなと思って、はい、悲哀だよね。悲哀ですね。なんか考えさせられる部分が、大断言だけど、よかったねなんだけど、なんか俺たちの頑張りって何だったのみたいな、うん、いや頑張ったから報われたんだけど、なんか何みたいな、うん、
はい、でも組織の理論としては至極真っ当でっていうさ、うん、はい、じゃあ自分一人が会社を飛び出して一人でプライベートバンクの銀行を立ち上げて100億の融資とか作れるか、それはできない、うん、だから大企業組織に属している、はい、いやでも自分はできるかもしれない、うん、一度きりの人生、うん、やってみたい、はい、みたいなことを思う DSP もいたんじゃないの。いやーいましたね。まだ僕には未来があると思いながら自分働いてる、うん、自分で、はい、あの全てを切り開けるっていうさ、はい、そういうのってみんなどれぐらい思ってんだろうね。うん、あといつ折り合いをつけたりとか、はい、最初からいや自分は独立するとか、はい、飛び出すとか思ってる人思ってない人まず分かれるでしょ、うん、はい、そうですね、うん、俺なんかもう本当に生意気なガキで頭も悪かった、まあ今も悪いんだけど、たった5ヶ月で、あ俺会社員合わないかもって思って辞めちゃったけど、組織なんというものも全くよく分かってない、ね、全く分かんないよただ一個言えるのは、これこそが、言葉を選ばずに言うとね、はい、これこそが俺の学のなさなんだなって思うのが、誰かに学ぶとか誰かに教えられるっていうことを極端に嫌がるんだよ。野良犬体質、はい、いい風に言えばね絶対に飼い犬にはならねえかっこよく言えばね、はい、でも福山さん、そうやったアミューズのアーティストとして所属はされてますけど、うん、アミューズに飼われてるっていう感覚って絶対お持ちじゃないですよね。もしかしたらアミューズは飼ってると思ってるかもしれないんだけどいやだからそれがその第6話の企業の理論と同じじゃん、はい、俺がどんなに、いや俺はさ別にさアミューズのさ飼い犬じゃねえんだよつったって、はい、どんだけ突っ張ったって売り上げが上がったらアミューズとしては OK なわけじゃん。 そうですね、その過程でどんな発言ややり取りがあったとしても、そうそうそう、どんなにキャン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 吠えたってそれはさ、お札さんからしてみたらさうんうん、またなんか野良犬がさ拾ってやったのに野良犬が吠えとるわと、まあでも結局なんか売り上げ上がってっから吠えさせとけみたいないやなんじゃないの。いや俺はそれ、はい、それぐらいあってほしいなと思う、むしろ、はい、あのお札さ ん、 うん、僕らはアミューズの新入社員の頃に教育で受けるのは、マネージャーは猛獣使いだと思えっていう。あ、でもそれ正しいよ。はい。言葉は、あの、先輩社員から教えていただきました。それが正しいと思う。結局、いや、そんなかっこいいもんじゃないんだけど、結局アーティストや、俳優、女優、表現なんてものをやって生きていこうっていう人は、獣ですよ。結局。だその獣を、どう手綱をつけるかとか、はい、それがどんなにさこう年上とか関係ないの、はい、キャン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 吠えさせとけばいいし、噛みつきたいんだったらなんかあの骨でも与えとけばいいし、はい、みたいな、そういう予定調和、はい、そういうお芝居、そういうパフォーマンスがお互いに分かった上でね、うん、できてんのかっちゅう話ですよ。うん、これなかなか高度な関係性でさ、お互いの。でもそれって何年も経ってから分かってくることなんじゃないの、 DSP。 うん、そうですね、頭では分かっていてもさ、はい、俺だっていいように DSP にあの使われてこう収録されてるっていうことになってるかもしんないじゃんこれ。いやまあ僕はそんな風には思ってない。またまた。いや思ってないですよ。D の G。 いや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 、思ってた方がいいよ。あ、まあもちろんその僕ではないといけない理由を自分の仕事の中に自分の中で定義づけながらやるっていうのは、そうそう、
それは自分自身のこう尊厳を自分の中で保つために作ったり、そうそう、時としてそれはやっぱり外に対し外にこう発信する時の武器になったりもするので、そうだよ、それをプライドと僕は呼ぶのだと思ってるんですけど。ああ、いいね。いいこと言った。これ俺しかできないっしょっていうのはやっぱりあるべきだし、はい、なきゃいけない、うん、でそれを気持ちよくみんなに共有してもらえることがベスト。いや、もう独断と偏見、独裁でものづくりはいいんだけど、その独断と偏見と独裁が微笑ましかったり、うん、愛おしかったり、はい、っていう見せ方をできる人は素敵ですよ。いや、そうなるためにやっぱり必要なものっていうのが、僕は8年ぐらい社会人をやって一番思うのは信頼なのかなと思うんですけど、信頼を勝ち失うのは簡単なんですけど、うん、それを手に入れるのにはものすごい年数がかかるっていう、うん、でその信頼があって初めて自分らしい仕事ができるようになってくるんじゃないかなとようやく思い始めてきたので。3年ぐらいやんなきゃ分かんないなんていうのは嘘で、やっぱり8年かかんない。いや、でもかかるっていうかさ、なんで俺もなんか恥ずかしながらはばかりながらだけど、この仕事、ドラマもそうだし音楽もそうだし30年近くやってるけど、そんな圧倒的自信とかこれでいいんだろ的なのってやっぱないよね。でですね、神木隆之介さんがこの後、おお、あれね、はい、登場していただくという、あのトークね、はい、神木隆之介という生き方、はい、神木隆之介とは神木隆之介の思考、神木隆之介の流儀、神木隆之介論、まあどれが合ってるのか分かんないけど、はい、それぐらいこう本人のクリエイティブだったりとか、はい、物の捉え方、考え方、表現の仕方、それを深く深く掘り下げたあのトークを、はい、余すとこなくオンエアするのね、はい、そうです。その役者プロフェッショナル同士の、ただこう年齢差はあるにせよ、うん、それぞれのプロフェッショナルなトークがふんだんに収録できていると思うので、お、楽しみだな、はい、その聞き応えあるお時間をこの後まず楽しんでいただけたらなと。いや、もう先に言っとくけどね、もうリュウなんかはね、俺がリュウと同い年の頃よりもはるかに完成度は高いし、奥行きも深さもあるからね、いや、すごいなと思うよ。神木隆之介という自意識と無意識の間を行ったり来たりしながら一番いいところに表現を持っていくっていう、あれセンスだね、あれはね。まあ百聞は一朝にしかずでございます。まあ私がベラ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 話すよりも神木隆之介の心の言葉を震えて聞け。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。福山雅治と総口明久の地底人ラジオ。地底人ラジオは渋谷のラジオをキーステーションに、ラジオ愛あふれる各一流放送局、 NBC 長崎放送、 HBC 北海道放送、 RKK 熊本放送、福岡 RKB 毎日放送、大阪 MBS 毎日放送、 SBS 静岡放送、 OBS 大分放送、 RFC ラジオ福島、長野 SBC 信越放送、石川 MRO 北陸放送の全国11局ネットでお送りします。桜田岡学長のラジオセルビー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お腹空いちゃったんじゃない、リュウ。一応なんとなくお弁当はさらっとは言ってましたけど。
なんかちょっとじゃあ私はおビール的なことも含めサービスエリアパーキングエリアでもいいやん。お腹空いちゃったな。いや戦いましたから今日は。今日はね、今日は今 DSP 何時月何日何時何分何曜日、はい、本日5月13日月曜日、時刻は22時33分です。某所での集団左遷ロケが終わった車中からお届けしております。いやお疲れ様でございました。いやね、お疲れ様でございました。今日は遠いところもあり。はい。なので、ちょっと竜と一緒に帰ろうということで。ありがとうございます。移動車に乗ってもらって。この時間に帰った時ってはいどうすんの、普通に風呂入って。そうですね、基本的にはこの時間はもう帰って、うん、お風呂入って、うん、ちょっとぼーっとして寝る感じですね、うん、夜お酒飲まないもんね。飲まないです。だからあんまり、うん、飲みに行こうよっていうのがないですね。それこそ歌舞伎役者の中村隼人君っていう親友がいるんですけど、ね、うんうん、その子は飲めるんですけど、うん、これから会おうよっていう時には卓球かボーリングかっていうそういう集まり方をしてます。あ、さっき佐古田君早速自販機でビール買って飲んでたでしょ買ってましたね、うん、飲みながら帰るっていう感じでしたね。わかる、その気持ち超わかる特に今日の撮影は体を張った撮影でしたから、ね、いやいや一日中お二人が特にね。いや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 、リュウとございません。迫田君と四川省が先陣を切って蒲田支店を守ろうとくれましたから。いやいや、もう本当に何話の赤い虎こと赤い秀和さん、赤いさん、まあやっぱりこう体に触った瞬間、はい、これは勝てない人に触ってるなっていうのが分かるいやまあそう、この旗から見てですよ、うん、どんな状況であっても、うん、赤井さんのやっぱり軸が全くぶれないんですよね遠目からその僕らが映ってないカットをちょっとお休みさせてもらってますけど、ああやっぱり軸がね、腰がもうドンって動かないのがうわすごいなって思いました。やっぱり地球に根っこが生えてるみたいな感じ。そうそうそう、あなんかそうなんです。巨木がね。そう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 。あれで。僕もね、ちょっと肩とか触らせてもらいましたけど。ああ。なんかこう、力入れてないけど、これで力入れられたら、とんでもなく、俺、吹っ飛んでくんだろうなって思いましたもん。なんか、生き物として違うなっていう感じがするじゃないですか。拳もね。痛いのよ。拳合わせるシーンとかあるんだよ。重いですね。いや重厚感があるんですよ。重いですね。なんか骨の密度とか骨太さとかそういうの感じますよ。うん。でもそんな人がね、何かを守ることに徹した時に相当頼りがいのあることになるんだろうなっていうのはすごい思いましたけど。そうね。やっぱりさすがだなって言います。僕思いました。特にだって僕なんてひょろがりですから。もう、いや骨は意外と骨折はしたことないんですよ今まで。まあたとえ足をひねろうと、ああひねりだけで抑えられることができたんですけど、だからまあその僕の中ではその人生の目標の一つとして、うん、骨折とかなるべくこう痛い思いを しないで一生遂げたい。そりゃそうですよ。一生生きてるうちの中で痛い思いをできたらしたくないっていう、うん、今まで一番痛かったのは何？やっぱり、うん、角に小指当てた時ですね。マジで？足の、いやなんかさ、うん、まあ、骨折はないまでもなんかこう流血ぐらいはあるでしょ。だってありますあります。親父は抜いたの？僕は抜いてないです、うん、けどマジで抜いたんですか？
うん、1本抜いた。おしかも1本生えてる、今。早く抜きたいんだけど。じゃあ必ず来る。うん。運命。うん。うわ、歯抜きたくないな、怖いっすよね。まあ麻酔をね、するから。え、あと痛いの？うわ、俺ね、これは痛いと思ったのは、はい、ここに手首のその、親指の付け根のところに、うん、あの注射打ったのはこう最近の話だけど、そこ、ここそう、関節痛めて、はいはいはい、そこに注射打つの、やだな。だってインフルエンザの注射でさえここ最近慣れたところですけど、ね、やっと痛いですもん、やっぱり何かが刺さるって。うん、あとなんだろうな、もう古傷だけど残ってるけど、子供の頃ここに、はい、この左手の親指の付け根あたりだけど、はい、外側のここにあの釣り針が引っかかっちゃって、うわ、なんかピュッて投げたらガツッて引っかかって、うん、で抜いても抜けないじゃん。抜けないですね、返しが入ってるから。そう、でもなんかもう抜けない抜けない抜けないってなって、それでも子供だからさ、もう小学校の、はいはい、4,5 年生ぐらいだったんだけど、アスリートね、不安とで、うん、それ最後ビーって引っ張っちゃって、ブチってな。あとなんか思い出したけど、いろいろあるの。右の太ももの表側のちょっと真ん中ぐらいなんだけど、そこに工作でさ、こうカッターナイフでさ、こうやって竹をね、竹を削ってさ、そしたら竹の節に当たるじゃない。で、一生懸命ガッガッガッとやってたら、なんかの拍子にバンって外れて、そのカッターナイフが太ももにザクって入っちゃって、人生で初めてそれ塗ったかな。僕まだ塗ったことはないです。あとはね、めっちゃありますね。めっちゃ怪我してるじゃないですか。まあいや、もう僕もいろいろなんか縦とか、うん、そうだよ、爪付近とか結構なんかあれだよ、ザッてなって、剣心とかルロ剣とかやってるから怪我あるじゃん絶対。ありますあります、もちろん、あの転んだり転んで血出たりとか、もちろんいっぱい ありますよ、もちろん血は出たことは。で、気になっちゃうんですよね。なんか、そんなに気にしなくてもいいだろうに、すごい気になっちゃうから、うん、だから余計そこに神経がいっちゃうっていうか。人間、本当に痛い時ってその瞬間痛くなかったりする。そうですね。なんか痛くないですね。パッて見て、あ、やっちゃったって思ってパッと見て、あーって思った瞬間痛くなる。痛くなる。いやでも、今日は何事もなく本当だよ、だって終わってよかったですよ、本当に。やっぱ怪我なく撮影するのが一番の。そうそうなんですよ、うん、怪我しちゃったら元も子もないです、うん、撮影できなくなっちゃうし、うん、でも怪我するギリギリのところの感じじゃないと、そうそうそう、また見えなく、それがちゃんと見えなかったりするし、臨場感とか緊張感とか、うん、難しいですよね。その、まあ、怪我しないことが当たり前とも思うんですけど、でも本来は逆で、うん、怪我しないことが本当奇跡に近いですからね。そうだよね、やっぱり人間対人間ですし、テストでうまくいったとしてもね、環境と状況でまた全然違っちゃいますし、あとは撮影でやっぱ疲れとかが溜まったりすると、うん、やっぱり言いますもん、その朝とか昼とかのアクションとかより本当夜更けに近、夕飯食べて夜更けに近くなってきた頃の疲れた時が一番油断して、その昼とか大丈夫だったからできるでしょっていう、その油断と疲れが思ったより体動かなかったりして怪我しやすいっていうのが、やっぱりだから夕飯食べた後にもう一回気合を入れ直してっていうのが、結構そのアクション続きの日とかだとありますね。それが一番やっぱり気をつけなきゃっていうのは。タイトルコールにすればぜひ、福山さんと神木隆之介のステージラジオ、いいですか。はい、じゃあタイトルコールいってみよう。福山雅治と神木隆之介の地底人ラジオ。さあ今日はね、もう、はい、リュウちゃんともう地底人ラジオをやるっていう、帰りの車の道中で、某空港からの帰り道をですね、はい、ちょっとご一緒しながら、いろんなよもやま話を、はい、集団左遷よもやま話をしていければと思っております。はい、せ
すいません、なんか急に。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というところでですね、はい、ここで一曲、はい、ぜひ神木さんから曲振りをいただけたらなと思っているんですが、はい、今回はですね、僕個人的にも本当大好きなんですけども、はい、このアルバムの中で一番聴いてる曲です。福山雅治で流れ星。セリフって覚えるの大変だよね。どうやって覚えてるの、リオは。僕は夜前日に寝る前に頑張ってひたすら読んで、うん、読みながら覚えて。ページ数がさ、はい、長い時あるじゃん。まあ長い時、はいはいはい、4ページぐらいになると、あ、これちょっと結構時間かかるかなという。はいはいはい、はい。4ページで割とこう自分が割と喋るぐらいの分量の時って前日で OK なの。まあ前日すごく長い行があるのがポンポンポンって続いたりすると、うん、一応準備して3日前ぐらいから徐々に少しずつね、少しずつ覚えていって当日に尺になれるようにっていう。ああ、入れ切らない、ちゃんと入れ切らないようにして現場に行く。いやほら、一応入れときますけど、まあ、ああというかさ、か、若干変わったりする時あるじゃない。はいはいはい、テニオ派含め、はいはいはい、少しここよく足しましょうかとか減らしましょうか、入れ替えましょうかとか、はい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 、ちょっと変わる場合があるから、完璧に入れて自分のリズム作りすぎちゃうと、うん、そうそうそうですね、変わった時にちょっと対応できなくなっちゃうじゃない、はい、なんかこう今までは結構覚えるだけっていうのだったんですけど、なんかここ最近あの大河ドラマとかやらせていただいたりして、うん、まあそのセリフが若干長かったりするんですよ、うん、でまあその僕のセリフも お話だったりするので、はいはい、で それをどうしようかなって考えていろいろ先生とかに伺った時に、その落語か話かっていうのはその大体の話の流れを把握できてるから、うん、こうパッて忘れたとしても違う話になって結局そこに戻ることができるっていうお話を聞いて、あ、セリフもやっぱりそのなんだろう、一字一句語尾とか覚えたりとか、もちろん接続詞は大事だとは思うんですけど、うん、あ、こう何を言ってるんだ、内容っていうことを把握すると言い方が変わっても若干こう対応できるようにはなってるのかなってはすごく思いましたね。何を言わんとしてるのか、このセリフはっていうところ、そうそう、大体この方向性のことを言いたいんだなっていうのを把握してるっていう感じですね。現場で語尾ちょっと変わっちゃったりするんですけど、俺ね、いい意味で、はいはい、いい意味でだよ、はい、もちろん龍が今回お芝居一緒に現場で組むのは初めてだけど、はい、いい意味で龍が緊張しがちで、してますよ。いい意味で噛みがちなのが、そうそうそう、俺はね、これね、すごくいいと思った。本当ですか？だって難しい、難しい。いや、というかね、神木隆之介っていう役者は、はい、めちゃくちゃできるイメージなのよ。はいはい、で引き出しもいろいろあるしっていうふうに思ってる、はい、思ってるし、思ってたし、思ってる、はい、実際そうなんだけど、だけどその噛んだりとか緊張したりとかするわけ、はいはい、理由はでもだからいい、だから鮮度があるし、セリフの響きとかに、できっと自分のイメージっていうのを持っていて、はい、一番最高のイメージに近づけたくって、うん、そこにガッと本番で集中するから、はい、そこに届いてない時って、はい、噛んじゃったりとか、うん、その出だしの一言目、はい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 、の一発目のそのトーンとか出だしとかちょっと違ってるとなんか乗り切らないっていうか、ギクシャクってしたりするっていう、その感じがすごくいいなと思う。嬉しいです、見てくださってて、うん、その
おっしゃる通りで、ちょっとあれ、あ、さっきよりテンション落ちちゃったとか、上げすぎたとか、あ、ちょっと立ち位置がとかって余計なことをパッと気にすると、パーンって飛びますね。あ、ダメとか。うん。だからなんかすごく自分の狙いすましてる、あのポイントっていうのが竜の中にあって、あります、ね、狙いすまして理想があります、ね、理想があって。で、それが平均台の上を、体操選手がパッ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 と行くように、その一歩、その、はいはいはい、もっと前かもしれない。その平均台でそっと登るその瞬間の、あの、感じが違うと、違っちゃうんだろうなっていう。うんうんうん、そう、その、本当におっしゃる通りなんですよ、気持ちの中では。ああ。いや、だから、理想が高いんだなと思った。その自分がやりたいことの。で、それが素晴らしいと思ったし、常にそれを、毎シーン、毎セリフ追求してるっていうのが神木隆之介の、魅力なんだっていうことが一緒に現場をやって分かった。ピンポイントをつく自分の理想を追求する仕事、うん、仕事芝居をしてるんだなっていう、その積み重ねが神木隆之介の良さなんだなっていうことを分かったんですよ。本当に嬉しいです。いや だから鮮度があるんだなと思った、そのお芝居の感じに。いや、うまいのよ。嬉しい。で、自分で監督したいっていうことも理想を持ってる人だから、うんうん、俯瞰のカメラも常に持ってる、 主観だけじゃなくって、はい、だから物語全体の把握もしてるし、この芝居場の把握も俯瞰でしてるし、うん、っていうのがあるんだけれども、その俯瞰よりも主観の方が若干勝ってるんで、あの熱量として、はいはいはい、だからいいんだと思うんだよね。俯瞰がの方が勝ってると、うんうんうん、ちょっとその弱いというか、はいはい、熱量が足んなくなると思うんだけど、はいはいはい、それよりもやっぱり主観の方が、あ、いや嬉しいです、勝ってるような気がするんだよ、バランスとして。いや、まあ本当になんだろう演者さんって大変だなってすごいやっぱり毎回思うのが、何回もやっぱりやるじゃないですか。何回もやるね。何回も驚くじゃないですか。驚くね。なんか悲しむし、驚かなきゃいけないね。楽しむし、笑うし、怒るし。うん。だけど僕らって全部知ってるじゃないですか。物語も、そのシーンの内容も。うん。だけど、その役の人物にとっては初めて体験する、そのことじゃないですか。これから怒るなんてことも、わからないし、え、倫理が通らないってことも知らないじゃないですか、うん、なんつって、それがやっぱりなんか、まあもちろんエネルギーも使うことですし、まあそれは役者さん全員もちろん当たり前のことだと思うんですけど、でもそれがやっぱり そこがだからこそ難しいし、ね、大変だなっていうのはすごく毎回、今回でもそうですし思いますね。今回特に蒲田支店のメンバーはやっぱりリアクションがある程度、うん、まあ、大きいというか、こうリアリティある風にだけどこうフィクションとリアリティのギリギリのリアクションじゃないですか。そうね、すごくこうリアクションっていうんじゃなくて、でもそれは本人が 役の本人は初めて聞くこととしてやらなきゃいけないっていうのはやっぱり、うん、改めて大変なことなんだなっていうのはすごく思いました。そうね。まあ僕もあの顔芸言われておりますけど、そのいわゆるそのなんだろうね、こう大きめにやるこう、うん、面白みみたいなものをどこまで追求できるのかっていうね。うん、はいはい、でもその様式美大きめ、うん、顔芸みたいなことを、うん、しながら、でも、やっぱり、その人の個性しか出ないじゃないですか、うん、やっぱり最後は。そうなんですよね。はい。そのアクションの時もそうでさ、その、ルロケンの時もそうだったと思うけど、はい、まずその、刀一振りするじゃん、ズバーンってさ。はい。ルロケンの時も。じゃあ、とりあえず、うん、はい、とりあえずみんな刀持って、はい。人たちバッと振るじゃん。うん、全員違うよね。違います。ね。はい。同じ刀持って、同じようにじゃあ、毛先切り大きめにじゃあ振りかぶって、ズバッと切ってみてください。はい、せーの、はい、つつ、ブワッて。全然違うんだよね、一人一人、ね。違いますね。でもそれが個性なんだよね。うんうん、
で、それがその人の持つ表現で、はい、だそれは顔芸にしろ、大げさに、振る舞うリアクションにしろ、全部違うんだよね、一人一人ね。違いますね。だからそれがその、なんかこう、見てて、楽しめるものかどうかっていう、うん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 、いいなと思えるものかどうかっていうところだと思うんだよね。うんうん、まあそこはまあ当然その監督の、うんうん、そこにさらに監督のディレクションや監督の演出やイメージやっていうものが乗っかってきて役者はそれに応えようとするっていうのがまあ映像の現場なんだけど。いやでも主役の方ってすごくやっぱ大変だなって思うのが、やっぱ受けにもなるじゃないですか。その、受けの芝居というか。割と受け多いんだよね、主演ってね。そう、主演の方ってやっぱり、その、受けなんですよね。その、攻めじゃなくて、やっぱり、皆さんの、その、周りの方のお芝居を見て、とか、ね、リアクションしたり、それで一喜一憂して、っていうので、やっぱりその、その、受けの、だから本当にでも受けの方ってすごく大事で、うん、と思ってて、僕はそのルロケンの現場でもそうなんですけど、うん、僕はまあ本当にまだまだその盾を何でもやってた人間じゃないので、うん、本当にまだまだダメなところがいっぱいあるんですけど、でもやっぱりまあ、早くというかふわってこうできるのってやっぱりこの相手の方が例えば切られた時に、ああ切られ方とかさ、そうやってね、本当にもういろんな方に助けてもらったなっていう、それは痛感しましたし、それは本当に盾でもそうだし、表現というかその役者主役とまあ脇とかっていう関係性もそうだと思うんですけど、やっぱでも本当に大変だなと、今回の現場もやっぱりこう個性豊かな方々が、もちろんまあキャラクターというか滝川もそうですし、うん、そのキャラクターごとぶつかってくるお芝居を受けてるわけじゃないですか、うん、本当に僕らからしたら安心してぶつけれる方だなと思いますし、マシャニーは本当に返してくださるし、素敵ですよ。蒲田支店のメンバーは本当に素敵ですよ。あの緑山のセットに、はい、最初インした時に3日連チャンだったじゃないですか。2日連チャンでしたね。であれだけでかい営業フロアでセットであれだけの人数がいて、うん、あれだけのキャラクター登場人物がいるんだけど、はい、もう初日から割とそれぞれがキャラクターそうですねを表現していて、はい、芝居場のあのグルーヴ感というか、はいはい、芝居場のアンサンブルっていうのが初日からあったもんね、はい、スタジオから集まった時からもう完成はされてました、ね、うん、ちゃんとその野球でいうとこの9人とか、はい、サッカーでいうとこの11人っていうそのポジションがちゃんと明快にあって、はい、でそれがクリアだったよね、その芝居場でそれぞれのキャラクターが。そうですね、迷ってる方が全く持っていらっしゃらなかったと思いますね、うん、いやだから素敵だなと、うんうん、思った。だから楽しいんだよね、蒲田支店すごく楽しい。営業フロアやってる時ってね、うん、一言も全員違いますね。でそれがどん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 そのチーム感、チームプレイ、団結力、うんうん、アンサンブル、ハーモニーっていうものがより濃密になっていって、うんうん、その物語自体もその100億のノルマ突破っていうところにどん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 向かっていくっていう理想的ですよね。その生身の人間がやってるお芝居のドキュメンタリー、その団結力、本当に気持ちが役としてもそうだけど、その一人一人の人間としての気持ちがアンサンブルハーモニーを奏で出して、で物語自体もドラマの物語自体もそういう100億のノルマに向かってっていうその一致団結していく感じになっていく、はいはい、だから現実とフィクションとノンフィクションがいいバランスで、うん、混ざり合って、はい、ドライブしていくっていう、うん、素敵な現場ですよ、うん、なかなかないもんね、こういう風になるのって、ね、ないですね。本当にみんな仲いいですし、
まあもちろんマシャにもそうですし香川さんももちろん楽しい方なんですけども、本当にこんな笑い声が響く現場は本当なかなかないですよね、やっぱりスタッフさんもすごく素敵な方たちばかりですし、そうね、まあもちろんそのスタッフもテンション高くなって、うん、スタッフさん同士のだってここじゃないですか、いやこれ何番取ってんだよみたいなことってのももちろんあるんだけどはいはい、はい、でもねやっぱりそこはあの日曜劇場の帝王香川さんがね、はい、帝王ですよ、トークで盛り上げてくれたり、はい、ね、まあ、締めるとかに締めてくれたりとか、締めるとか締めてくれたりってしてらっしゃるからね香川さん、うん、大変頼りになりますよね。いや本当に香川さんとプロ系の時は一緒だった、僕はあの1話出てないので、そっか、香川さんとは実質はじめましてなんです。そうか、トークもそうだし、もう全て把握をしてる方というか、全部見えてるって、空間だけじゃなくて人の心やテンションの上げ下げ、うん、もう全部分かってらっしゃる方なんだなっていうのをすごく、うん、うん、思いました。とんでもないすごい方だなっていうのは、ね、香川さんのいる現場は本当にあのトークも楽しいけどお芝居そのものが楽しいよね。楽しいです。神木さんから振っていただく福山楽曲、はい、2曲目をぜひ2曲目いただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、まあ、せっかく集団左遷というかね、やっぱりこう毎日僕らも戦ってるわけなんですけども、まあ、僕も本当に大好きな曲で、これを聴くと、よし、行こうという気持ちになります。それでは聴いてください。福山雅治で、ゲーム。まさに今回、片岡支店長、うん、僕の中ではですよ、うん、その支店長のセリフ、台本見た時にセリフだったりとか、うん、なんかその1話とか2話とか見て、まあもちろん実際にも芝居させていただいてて、うん、なんかマシャニーっぽいって思ったんですよ。本当？おこがましいながらもマシャニーのイメージだなってすごく思ったんですよ。あ、本当？なぜかなんかその厚さっていうか、まあもちろんライブも見に行かせていただいて、うん、なんかこう、まあ、なんですかね、なんかそれとすごい通ずるところがあるなってすごく思ってずっと見ていたんですよ。でそういうマシャニーにいつしか伺ったじゃないですか、うん、でもそれ別に僕はそんなんじゃないよって言うあのもうちょっとちゃんと話してもらって、僕は別にそんなんじゃない、いや僕はそんなんじゃないよ、理由勘違いしてるよ別に僕そんな熱くないよっつって、いやそうそう、いや本当におっしゃられてたから、そう、本当に、いやいや本当本当、俺ね、あの正直ね、うん、今まであのいただいた役の中で一番違う人かもしれない、はい、片岡、そう、さあ僕そういうことガリレオとかあったじゃないですか、うんうん、まあガリレオもそこそこ違う、まあ、まあ違うんだけど、すごくあったりとか、まあ、うん、3度目もそうですし、うん、なんかこう、なんだろう、パリッというか、ちょっとクール系というか、うん、そんなになんか感情をすごく表にわーって出す、そうね、キャラクターじゃなかったじゃないですか、役じゃなかったですよ。だから、そうじゃなくて今回全然違うから、すごく僕は馬車にすごく近いんだろうなって思いながら見てました。いやいや、僕はね、あれよ、仲間を思う気持ちとか、うんうんは、それはすごくわかる、はいはいはい、片岡さんの、まあ、おせっかいなところもあるしね、うんうん、ああいうちょっとそのうっとしさ、いい意味でうっとしさっていうのはわかるし、はいはいはい、もちろん全くわからないとかそういうことはない、うんうん、ただその表現方法としてまず俺人に頑張ろうよとか絶対言わない。おー、うん、僕の中で言ってそうな、言ってそうって言ったらあれですけど、うん、なんかこうイメージですけど、なんだろう、こうマシャリーって与える方だなって人に、だから僕らも、僕ライブ見させていただいて
うん、すごい元気出るし、うん、頑張ろうってすごく気持ちになるからこそこう、うん、あの思いはあります、うん、もちろん思いはあるんですけど、でもそれをなんかね口にはしないんですね、うん、頑張ろうよっていうのって、うん、その人がすでに頑張ってることを、うんうん、こう肯定してない言葉に感じているのね。あ、なるほど。だからもし言うと、ま、前も言ったしこのラジオでも言ってんだけど、うん、いや龍頑張ってるねっていうのは言える、はいはいはい、しあのそれはまあ ちょっと照れくさかったりするんであんまり言えなかったりするんだけど、うん、その人の頑張りを、うん、今君は頑張ってるよねっていう、うん、あの認識してるよ僕は、はいはいはい、っていうことをお伝えするのはできるんだけど、はい、いや龍頑張ろうよ、いや監督龍やりたいんだったらもっと頑張ろうよとか、なんかそういう言い方はできないんだよね。あとそのなんだろうな、チームをまとめて引っ張っていくっていうような人じゃないんですよ僕。ただ思いとしてはあります、はいはいはい、あのまず自分があの正解かどうかわかんないけど、はい、ちょっとあの大げさにやります、うんうん、今回のね今回の集団作戦というと、うんうん、あのじゃあクランクインしました、はいはい、この芝居や表現が合ってるかどうかわかんないけど、はいはい、まずちょっとでかい声でやってみますとか、はい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 、なんかそういうのってどっかまあまあ作品によるんだけど、うん、作品とかキャラクターによるんだけどちょっと必要だったりするそうです、ね、とかあるじゃないですか、うん、あこれぐらいやっていいんだなっていう風な芝居場の空気感をまず作るために、はいはい、で自分もまあウォーミングアップとして、はい、バッターボックスに立ったらどんな球が投げられてくるか分かんないけどとりあえずまず大振りしてみるっていうような、はい、まあ当たればホームランだし、はいはいはい、当たんなかったとしてもリラックスできるし、うんうん、そういう意味での引っ張っていくっていうような意識はあるんだけど、はい、言葉にして、とかっていうのはないんだよね。だから片岡宏っていう役柄そのキャラクターは思いは結構似てるところはあるかもしれないけど、はい、表現する仕方としては随分違うなというところ、それともう一つは俺ってもはや年齢的にも感覚的にも横山さん方向なんだなって思った。う経営者として、うん、リストラ計画、リストラをすることこそが三菱銀行の経営、はい、増収増益、うん、未来につながるんだっていう感覚はすごくわかる。おこれね、この6話よくできてるなと思ったのは、うん、要は後半で藤田頭取が、はい、結果として蒲田支店の99億だったけれども、うんはい、組織っていうのは、うん、結果増収増益できてたらそれ万々歳じゃんっていうことになるわけですよ。はい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 、組織として、うん、はい、だってアミューズもそうですよ。そうですよ、売れなくていいっていうわけじゃないんだもん。そう、絶対売れなきゃ、絶対増収増益しないと会社も成り立たないし、うん、アーティストも食っていけないんですよ、うん、だからあの利益追求するっていうのはこれ至極真っ当なことで、はい、頑張ったけど赤字だったじゃダメなの絶対、うんうん、結果的に、うん、だからどっちかっつうとね、僕横山さん側だったり頭取さん側だったりの、うんうんうん、感覚なんですよね、うんうんうん、だから台本を第1話をいただいた時に、はい、ああ横山さんの言ってることすげえわかるなと思って、うんうんうん、読んじゃった。若干難しい入り方、うん、片岡支店長は横山さんたちのあなたたちの言ってることもわかってるけども、じゃあその企業のために頑張ってきて、で結果そのあの配点になる人たちはどうするんですかってことに全振りですからね。その、うん、まあそれを大前提としてですけど、その1話で言うとポイントは、はい、あの最後に片岡が言ってたいいセリフだなと思ったのが、はい、目の前に仕事があったらやっちゃうんですよ、だってサラリーマンですから、うん、誰もやってるんですからっていうのはすごくいいセリフだなと思った、うんうん、その目標や目的ってなんかすごく、うん、
大切なんだけれども、うん、目標も目的もなくても人は生きていけるし、うん、働くことはできるんですよ、はい、目の前に仕事があってそれをやれば、うん、でもちろん目標や目的を持ってそれに向かってかつ達成できたらそれは人生は幸せだと思うけれども、うん、はい、でも目標がないから不幸かっていうとそうじゃないでしょ、うん、絶対自分のやりたいことしかやりたくないんだっていう人も世の中にはいるけど、うん、はい、やりたいことかどうか分かんないけどとりあえずやってみよう、うん、やりたいことはないけれども、うん、やってみたら楽しかった、うん、それだって十分人生をハッピーにしてることなわけですよ、うんうん、仕事を僕は自分で取ってきてないかもしれないけど、うん、与えられた仕事かもしれないけどそれをやりこなした時に、うん、自分にはやっぱり達成感があって、うん、その後に飲むスーパードライが上手くて、うん、っていう人生だってあるわけだから、うん、それすらも頑張るなって言われたことが片岡にとって一番辛かったことなんだと思うんですよ、うん、だから僕は第1話を台本を見た時と片岡側に自分の感覚を持っていく時に、はい、何に対してこの人はそんなに怒ってんのかな、何に対して、うん、そうですね、うん、あんなにね上司にね、うん、まで噛みつくぐらい怒ってるってわけですから、うん、まあ不器用な人なんだなっていうふうに思ったんだけど、うん、でもね表現の仕方がやっぱり僕とは随分違うんだよね、片岡さんね。あの滝川はどうなの？竜と滝川だって。滝川は違います。違う。全く違います。うん。だからもう僕は今回もキャラを作るっていうような感じでやっていってますね。うん。うん、なんかまああんなにツンケンする。まあ一番本当にやっぱりこういうキャラクターですって見せなきゃいけなかったりもしたので、うん、まあ台本にももちろん書いてありましたし、最初はあくびしながら入ってくるっていうのもありましたし、うん、でまあ片岡さんに本来まあ上司ね、なんで俺がやらなきゃいけないんですかなんては別に会社員としてはもう言っちゃいけない、うん、上司にね頼まれてなんで俺なんですかなんては、うん、ですけどまあ滝川っていう子はこういう子なんだよっていうのをやっぱ見せなきゃいけなかったんで、一話とかも特にですけど自分の中でキャラクターをすごく作ってやって出ましたね。だからキャラクターを作るってことは僕の中ではない部分だったり、うん、正反対なところがある人間なんだなっていうのはすごく、うんうん、思いましたね。片岡、それでもあの滝川が片岡に少しずつ、はい、寄り添っていく感じの、はい、その濃淡とグラデーションの付け方っていうのは本当に上手だよね。嬉しいです。僕すっごい考えてて、大体なんかそのキャラクターって、まあ、僕みたいにツンケンするしてるやつって、うん、そのまあ僕1話を鶴田工房の会でやらさせていただいて、うん、まあ支店長はその僕のためにも結構動いてくれててっていう、いろいろやってくれててっていうのもいろいろ見てる中、本来なら結構あそこででも傾いてもいいと思いますし、うん、傾くところはいっぱいあるはずなんですよ、片岡に対してね。そうだけど僕の今回の中のテーマとしては、うん、基本認めてない、うん、基本ノルマ達成なんて無理だと思ってる、うん、とあと片岡のやり方、うん、がちょっと違うなって思ってるんだよね。そこを基盤として、うん、認めてないを基盤として認めてるところを徐々に一箇所ずつ増やしていくっていうことをやってます、僕の中では。なんかいきなりこうそうですねなんてってことはなくて、うん、そこのっていうのがすごい考えてます。軸足を必ず滝川に、片足は絶対滝川から、元の滝川からぶれないっていうのの、その軸足の重心の残し方っていうのが、うん、本当に上手だよね。いや、嬉しいです。片足はもう絶対に絶対重心ではないです、ね、こっちに体重かけてて、はい、左足だけでそのステップワーク踏んでるっていうのの、はい、そのね濃淡と重心のバランスの取り方っていうのはね、これはやっぱり、ね、嬉しいです。なんか技巧者ですよね。いや嬉しいです。だからなんかこう
親戚みたいな、たまに会う親戚の子の成長を見てるような感覚にしたいなと思って、それはどういうのかというと、うん、あの、1話、2話、3話、4話、5話、6話、7話、8話とずっと見てて、うん、滝川をずっと見てると、変化があんまりわからない。うん。あれ、この子ずっとなんかこう、周りが片岡慎重、片岡慎重っていう風になってってるのに、この子だけまだ、ツンケンしてるな、いう風に思ってほしいんです。ただ、うん、1話と3話と5話とっていう飛び飛びで見てもらうと、あ、1話より3話の方がちょっと気許してんな、うん、あ、3話より5話の方が気許してんなっていう風に感じてもらえたらいいなっていうのはすごく思ってました。やっぱなんかこう、滝川くらいまで濃いキャラクターになってしまうと、やっぱりそんなコロコロ変わる人間ではないと思ってるので、うんうん、人ってなんか全部信頼をコロンっていくよりか、あ、まあここはまだあれだけど、まあでもここは信用していいんだなとか、うん、ここはまあその俺の考えてたやり方じゃないけど、まあや頑張るだけでやっちゃうんだなこの人、まあそこは認めざるを得ないなみたいな、うん、なんかこう全部じゃなくところどころ、うん、それをなんか今回の滝川でなんか表現できたらいいなっていうのをすごく思って、いや、バリバリできてますよ。嬉しいっす。はい。はい。そしてですね、そろそろ、あ、本日、はい。3曲目の曲に、ぜひ、神木さんの方から、お願いします。はい、まあ、僕、これ、いつも夏に聴く曲なんですけども、はい、皆さんに、聴いてほしいです。それでは、聴いてください。福山雅治で、あの夏も、海も、空も。青い毎週この時間は福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ、学長への些細な質問からあなたが最近嬉しかったこと、悩んでいること、ここだけの話や、あなたの街の都市伝説から未確認生物の目撃情報まで、随時メール大募集。メールが読まれた方にはオリジナル地底人待ち受け画像をプレゼント。番組メールアドレスは地底人アットマークしぶらじ .com、 地底人アットマークしぶらじ .com、 おところ、お名前、電話番号、メールアドレスのご記入をお忘れなく。ご案内は地底人ラジオリスナーでラジオパーソナリティを目指す兵庫の19歳、ラジオネーム福龍でした。はい、再び、撮影終わりの車中からお届けしております。メール少しご紹介できたらなと思っております。はい、あ、お久しぶりです。私の失敗学にメールが来てます。おう、ラジオネームめっちゃネギスキーさんですね、うん、栃木県女性看護師の方です。うん、はじめまして。はじめまして。高校生の時からマシャが大好き、現在進行形バツイチ、二人子持ち働くママです。ああ、いいね。高校生の頃から僕のことを好きでいてくれて、いろんなことがあって、ご離婚されて、お子様もいらっしゃって、それでも今も、こうやって地底人ラジオに送ってきてくれる。はい。めっちゃネギ好き？かわいいよ。めっちゃネギ好き。先日、高校1年生の娘に彼氏ができたのですが、うん、話を聞くと、彼は中卒で高校には進学せず、うん、歌手を目指しているというんです。私としたら娘が心配で高校にも行ってない彼とは別れなさいと頭ごなしに叱ってしまい、娘との関係がギクシャクしてしまいました。後々冷静になり、もっと話を聞いてあげればよかったと反省しています。娘が好きになった彼を応援してあげたいけれど、せめて高校は出てほしいという親心です。娘も彼もまだまだ若いし、これからたくさん恋愛はできるかもしれませんが、今を楽しく過ごしてもらいたいというのも本音です。15歳という若さで夢を持っていることはとても素晴らしいことですが、彼の本気度も知りたいです。今後娘たちとどんな風に接していいか悩んでいます。アドバイスをお願いします。ズバリ言ってもいい？彼の音楽的才能を確認してみたら。めっちゃネギスキーさん的に
いけてんなって思えば多分 OK になるんじゃない、うん、聞いたのかな音楽。まだ聞いてないかもしれないですよね、この情報量だと。じゃあ一回まず聞いてみたらいいのよ、うん、そうですね、ライブがあるんだって言ってみれば。あ、それで、あ、いいじゃん、売れるか売れないかは分かんないけど好きだなって思ったら多分 今思ってる感情とは違う感情になるだろうし、いやよく分かんないけどこれ売れるわって思ったら、なんかもうどうぞどうぞうちの娘をって思うかもしれない。高校に行ってる行ってないっていうことは二次的要素じゃないかしら。まあでも親としたらそうなるよね。そう、一回聞いてみる機会を設ける、私にも聞かせてって言うと娘さんはきっと、あ、ママはママなりに私のことを、そして彼のことを理解してくれようとしてくれてるんだな。やっぱり理解しようとする姿勢があるかないかによってそれは反発心も変わってきますよ。ちょっとお時間なので、あと1枚だけ出せるやつ、はい、今回はですね、そんな質問俺にするなよ来ております。おう、ラジオネームすけさん、大阪府51歳男性会社員の方です、うん、学長こんばんは。こんばんは。今一人でキャンプをしながらメールをしています。写真もつけてくださってますね。こんな感じで、もういい車乗ってるね、はい、おしゃれだし、うん、かっこいいですね、アメリカンだね、はい、うん、キャンプをしながらメールをしています。うん、ありがとう。質問はですね、結婚して25年、うん、知り合ってから29年になる妻とのことです。何を、いつの頃からか妻は私のことを気持ちが悪いと言い手も握ってくれません。世の中で言われている女性が喜ぶスキンシップはことごとく試しましたが、頭をポンポンすればその手を振り払われ、バックハグなどをしようものなら思い切り肘鉄を食らいます。うん、世間で言う女性が胸キュンするスキンシップはイケメンだけに許されることなのでしょうか、うん、ちなみに妻は冷蔵庫に長崎のライブの時の新聞を貼り、年末は学長に会いに行くために家を空けるので、私はここ数年の年末年始一人で過ごしています、うん、元イケメンの学長、うん、令和では元イケメンの学長、うん、スキンシップの取り方を教えてください。スケさん、そんな質問俺にすんなよ。スケさん楽しそうだよ。そうね、なんかさ、いい車乗って色もいいじゃん、白い車、俺好きだなこの車で、あのいわゆる俺たち世代のアメカジのスタンダードをしっかり抑えたアメカジファッションでイケてるじゃん。かっこいいですね。同い年として俺すごいイケてると思いますよ、スケさん。で、奥様とのスキンシップでしょ。ズバリ言ってもいい？それこそがスキンシップよ。なんかもうそれで成立しちゃってんだと思うんだよね。その頭ポンポンしてドラーって言われたりとか、バックハグした時に肘で作らったりとかするっていう、うん、それがスキンシップ。猫を撫でてると急に噛まれる、うん、みたいな、うんうん、それでお互いの存在を認識し合えるっていう、うん、噛まれるまでがセット、うん、だからスケさんが理想とするスキンシップとは違うかもしれないけど、これもスキンシップになってると思う、うん、確かに、うん、だからやり続けていいんじゃないですか、こうバックハグとか頭ポンポンとかなんかわかんないけどさ、はい、レストランとかちょっとたまにはおしゃれな高級レストランとか行ってテーブルの下で手を握ってみたりとか、テーブルの下でこう足でお互いの足をまさぐるみたいな、なんかそんな映画あったね。周りの人からは見えないっていう。まあ蹴られると思うけど。そうですね、この奥様の場合は、うんうん、それがスキンシップ。いいんじゃないですか、今のまんまで仲いいと思いますよ、十分。そういうことすらさせてくんなくなるんじゃないですか。ご夫婦で福山さんのファンでいらっしゃるってことですよね。
でも年末は別々の行動をしてるみたいなねいやでもそこがいいんじゃないの、わかんないけどさ、スケさんとしてはまあ一緒に来たいんだろうけど、なんかいいけどね、そういうスケさんの、大阪府の岸和田のスケさん、キャンプが好きな51歳男性の奥様、メールちょうだい、奥様からの意見も聞いてみて、メールください。福山雅治と総口彰久の地底人ラジオ。地底人ラジオ、桜ヶ丘学長のラジオセルフィー。再び神木隆之介さんとの役者談義である。やっぱり役者としての技量がすごくある人だし、それが技量が高い人だから、で、キャラクターに対する設定も、プランもちゃんとできてる時に、ディレクターからね、別にこれは今回の作品だけじゃないんだけど、ディレクターから全然違うリクエストが来る時ってあるじゃない。もちろん。あれ、そういうの欲しいんだっていう。で、案の定オンエア見ると、いや、やっぱりそっちじゃなかったじゃん、みたいなことがあるわけ。はいはいはい。そうですね。はい。いや、何もかも役者が正しいって言ってるわけじゃなくて、何もかも神木が正解って言ってるわけじゃないんだけど。時たまね。そういう時も、ね、稀にあるじゃん。もちろん。で、そういうのを経験してきてる中で、それでそういうディレクションが、を求められた時の、ボールの投げ方っていうか、そこのとこ難しいよね。難しいですね。まあ、言い方も大事ですし、まあ、言い方って言ったらあれですけど、なんて言うんでしょうね。いや、え、あ、そうなんですね、なんて、僕はこう思って、こういう風に、こう、なのかなって思ってたんですけど、あ、逆にそんな感じで大丈夫なんですね、みたいな。あ、そう。あ、逆じゃあ、なんでそういう風になったんですかね、みたいな。それちょっとわかんなくてすいません、みたいな感じでやってって。で、まあ、それでも定まんなかったら、ちょっとテストでちょっとやって、今、自分の思ったことをやってみるんで、もし次のテストがあるならば、そっちでちょっと一回、見てもらって、ちょっとどっちがバランスいいか見てもらっていいですか、みたいな。っていう風に。まあ、結局は、僕らのチームって、最終的にやっぱり、作品を皆さんに届けたいっていう、最終目標があるじゃないですか。そこに向かってってるから、悪くさせたいっていう人が全く、誰一人しかいないじゃないですか。だから、結局は、同じベクトルに向かってるんだけど、向かう方法が違ったりとか、そういうのももちろん、人対人なので、いろんなことがありますけど、でも、目標はやっぱり一緒なので、なんかそこはやっぱり共有したり、それでも定まんなかったりしたら、じゃあ、半分のところで、どっちでも取れるように、ちょっと、しときますか、だったり、ここはこうするんだったら、じゃあ次の日、ね、次のシーンこうした方がいいっすね、とか、っていう、ことなんだろうな、っていうのはすごく。じゃあ二つやるんで、ちょっとどっちか使って、みたいな。あ、そう、ね。多分、そのシーン自体のバランスと、そのカット自体のバランスと、ドラマ自体の編集後のバランスっていうのは絶対、各それぞれ違うと思うんですよね、やっぱり。何パターンか撮ってみて、最終的にバランス見てどれがいいかっていうのを判断してもらうっていうのが多分本当一番いいことなんだろうなっていうのはすごく思いますね。まあ人と作ってるものだからね。自分一人でやってるものじゃないからね。いやね、お芝居やりたいっていうふうに思って、テレビ見てる方、映画見てる方、たくさんいらっしゃるでしょ。はい。お芝居ができる、できないっていうことも当然あるし、もう、監督のディレクションに答えられる、答えられない。逆にその監督を、こちら側に向かせるぐらいの、元々の、なんか、力のある、俳優さんもいらっしゃるじゃない。はい。もう、この人をこのまま撮るしかないみたいな、それぐらいの魅力のある方とかもね。いらっしゃる。はい。
だからこう役者やりたいって言ってもなかなかこうまずなれるかなれないかっていうところから始まり、うん、今度はその続けられるか続けられないかっていうところになっていくじゃない、はいはい、だから今龍が言ってるようなことややってるようなことや感じてることを話してることって、はい、もう本当にその自分なりに研鑽を積み重ねてきたことの蓄積だからさ、あもちろんその誰かに教えてもらったりアドバイスもらったりしたことあるんだろうけど、はい、でもやっぱり結局のところ自分でどこまで、うん、セルフプロデュース、セルフディレクションできてるかっていうとこなんだと思うんだよね、うんうんうん、それはお芝居そのものだけじゃなくて自分そのものっていうことを、はい、これが難しい、難しいですよね、バランスもそうだし、これはね、なかなか説明するの難しい、うん、そうこうしてるうちにもうついちゃったんで今日はもう寝ようか。寝ますかね。あの我々朝も早かったんで、はい、なんかだんだん僕も夜になって眠くなって声もだんだんザラザラしてきたんで。いやもう今日叫んでましたから、船長。そうですね。もう今日はもう寝ましょうか。寝ましょうかね。ねえ、もう本当に長い長い一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こんな帰りしなにいろんな話ももう根掘り葉掘り聞いちゃってすみません。楽しかったです。ありがとうございます。これはでもあれだなぁ。あの、神木メソッドとして、役者さんを目指してらっしゃる若い方たちに聞いてほしいなぁ。ええー、とんでもおこがましいです。これは、いや、だから、ね。あくまでも、もう僕の考えでございますから、ね。いやいや、でもね、これね、なかなか映像を見ながらね、うん、実際の集団作戦の滝川のお芝居を追いながら、今、うんうん、龍が言ったような話を聞けるっていうのは、はいはい、これね、これ、一回の受講料30万ぐらいかな。取っていい、取っていいんじゃないかな。いや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 。だって、まあまあでもね、ここまで秘密を明かしたとしても、これ、はいはい、不思議、本当に不思議なもんなんだよ、うん。どれだけ秘密や、どれだけマジックのネタを明かしても、うん、人はできないんですよ。例えば、はいはい、ミスターマリックさんの手品や、いろんなほら手品、カードマジック。ありますね。カードマジック、はい、超スローで手元を見せて、うん、あ、こんな風にやってんだって思っても、できないじゃん。はいはいはい、できないです。それと一緒ですよ。どういう風にやってるかっていうのを、どれだけ説明しても、どれだけ見せても、同じにはなんないんですよ。できないんですよ。だから10人が剣を持って毛先切りしたら、はい、10人全部違う毛先切りになるように、うん、これやっぱりね、あくまで神木メソッドは神木メソッドを参考にするしかなくって、やっぱり自分のメソッドを開発するしかないんですよ、うん。うん。そうだと思います。そうなんです。ただし、その受講料の最初の30万円はいただきますけれども、皆さんにね。いや、これはだってね、DSP ね、はい。いや、本当にもう。こんな講義聞けないよね。聞けないですね。なんて内容の濃い1時間だったんだろうと思ってます。なんだっけ、うん、アクターズだっけ、なんか俺昔あったじゃん。あの、もともとアメリカの番組だったのかな、俳優さん呼んで、はい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 、いろんなお話聞いて、メソッド聞いて、実際にその場で芝居してもらってとか、はいはい、即興やってもらってとか。はい、まあ、あれに近いですよ、これは。いやいやいや、そう。勉強になったな、俺も勉強になったな。とんでもないっすよ。もう受講料はいいんで、また本当出させてもらえれば嬉しいです。もちろんですよ。そんなこと言うと、この、DSP なんてもういいっすかみたいな。いいですよ、もちろん。この人すぐ来るからね。もちろんでございます、本当に。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございました。じゃあもう本当にね、あの、曲振りとかもいろいろいただいちゃったみたいで、ありがとうございました。ありがとうございます。では、本日の成人ラジオ、お相手は、神木隆之介でした。学習こと福山雅で R でした。また来週まで、バイバイク。バイバイク。違った。お？バイバンク。バイバンク。また忘れてたわ。あ、銀行ですからね。そう。そうそう。ラジオクラウドでも聞けるようになりました。ご自宅の Wi-Fi などで番組をダウンロードし、いつでもどこでも再生できます。アプリをダウンロードして、渋谷のラジオをチェックで R。 地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。